居酒屋リーンのハロハロチャンネルはいこんにちは居酒屋リーンのハロハロチャンネルハロハロ今日も元気に頑張ろうテンション高いねうんテンション高いです暑 <laughs> い暑いよめっちゃなんか走ったもんね今うん走った走った走った、はい、<laughs> 無意味なものを出し始めない <laughs> 無意味じゃないよ。も <laughs> うゆっくりだよ。じゃあじゃあ目的がだってこれじゃないもん。<laughs> なんか起きたいんでしょ前に。じゃあ今ね。<laughs> やばいよ。怒られるよ。じゃあじゃあじゃあそういうことじゃん。無意味に出し出すって。ああそうね。う,うちあの行動が無意味っていうことでした。<う>言葉のあやです。すみません。<laughs> <laughs> <laughs> 今日もあの元気にやっていきたい。いっちです。あ、そう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 。これこれこれ。私がなんか渡されたもの出せばいいって。<laughs> はい。えっ、ー、と入り口にケ温とアルコール消毒あります。コロナ対策バッチリです。スタッフの皆さんマスクされてます。コロナ対策バッチリです。2> 2 <laughs> いや今日しつこく言っていこうかなと思って。いいよオゾンイオンのパワーで脱臭除菌。 低濃度オゾン発生器トレイルフレッシュ音楽ないのかな音ないのかな<ー> <laughs> そう <laughs> そういうことだよねー <laughs> 聞こえてるよ <laughs> <laughs> 今日はあれなんだよ久しぶりに曲調なんですよ曲調ネタいや違う違う曲調がなんかいるんよ。 うん、なんかやってくれてるやってくれてる <laughs> <laughs> ヤッホーなんか存在感 <laughs> すごいや <laughs> ヤッホーっていうねちょっと <laughs> キャラじゃないんだけどねいや結構そういうキャラになってきてる説最近なんか彫りが深くなってきたっていう話だけど顔濃いよね最近 <laughs> 生,まれか生まれ変わったんだと思う <laughs> <laughs> 今日髪の毛もね決まってる,し決まってる今日今日久しぶりにイケメン見たかも、うん、なんか あのちょっと服装もさカチッとしてさカチッとしてたよね今日はね、うん、いいと思います、うん、なんか局長じゃねえみたいな感じだった <laughs> 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 でもねいい感じに髪型落ち着いてきていいかも、うん、いや多分、うん、伸びたい放題なんだと思うん、案外いい男 <laughs> 案外いい今日は本当はいい男だよ今日はいい男今日多分あれだね早起きしすぎてちょっとテンションが今ちょっとやばい感じなんじゃない 一れい最近あれでしょ忙しいって聞いたよ忙しいね<う>忙しいねっていうか忙しいらしいねずーっと忙しいああだって <laughs> <laughs> 自己主張やめえ <laughs> なんか今日やばいよね絶対しなんかよくわからないところのスイッチ入ってるよ <laughs> いやでもあれらしいなんかあの <laughs> 曲のトレーニングが結構忙しいらしいようんんか森林さんいっぱい入ってねそうトレーニングね、まあ 4月だから、4月になるからもう春だからな、うん。なんかこう人の入れ替えとかね、あるもんね。春は何かしらどこでもね。うん。何の拍手よ。何も終わっとらんよ。<laughs> <laughs> 何求めた今 <laughs>。<laughs> 怖いよ。怖いよ。もうなんか。違う。もう頭の中わかんない。<laughs> <laughs> ピン以上にわかんない <laughs>。嘘でしょ あにすごい分かってあげろと。<laughs> いつもあのあでもこの前思ったのあの頭の中を人に見てほしいと思った。うんうん、<laughs> どういうこと ?MRI 取ってくれば <laughs> <laughs> そうじゃなくてあのあんまり、うん、あの考えてることとかをなんか言葉を発する前に。 その多分話してる人との会話を頭の中ですごいいっぱいしちゃうから <laughs> なんか最終的に出したそう <laughs> <laughs> 頭の中で会話すん <laughs> だ,かそうだからなんか最終的にポンって喋った言葉が <laughs> その相手の人意味わかんねえみたいな。<laughs> そうだからなんか最初からさ頭の中パッカーンって開いててさそれあれあじゃないあこの人何考えてんのかなって分かったらすごく楽だなって <laughs> <laughs> じゃあ自分の考えをもうなんか何も言わずともう <laughs> パカッて開ければもう勝手に読んでくださいみたいな感じ特にサとかにはねそうだねあでもどうだろうねピンはでもあんまりこう喋るタイプじゃないからねうん 多分たくさん考えてるのを説明するのめんどくさいのかなーって思ってるなんかね <laughs> <laughs> 説明するのめんどくさいっていうよりなんかいつの間にか <laughs>、ね、<laughs> しないだけってん。だ,ってなんなんだかよくわかんなかから <laughs> 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 もう一回行くよもう一回。<laughs> 笑いすぎやよ <laughs> いやなんかさこれ「ふぅ」って言ってんだけど最後の方「ふぅ」ってなってないうん、なってたね <laughs>、うん、なってたね「う <laughs> ん」ってもう言ってるよ今 <laughs> あっい。笑いすぎて熱いだからあとそう頭の中のあのことをすべてねあの、分かってほしいてすべては too much よ「t o o m a t よ 全てーーーママ <laughs> マッッッチチチかだから何かあのー、なんだろうね気づかないうちに話進んでんだよね自分の中でなんだろうねうんあ,あでもねうちの姉ちゃんと弟もそうなんよ、うん、多分私がすっごくおしゃべりだからだと思う <laughs> <laughs> バランスとってる間で <laughs> 多分、まあ、さささは あの思ったこことはさすぐこう口に出せるタイプじゃんあーもうずーっと喋ってたいうん、ね、ストレートだし、うん、だからさ、うん、こう喋っていくブワーって喋っていく中で多分ねそのね考えてることをそのまま喋ってるだけだと思うんだけどだけってあの,あ,のあれだけど <laughs> <laughs> フォローなんとなんわ <laughs> なってないよ。<laughs> なんだけど、うん、あの何だったっけ <laughs> ね。飛ぶな <laughs> そう。あのねだけど、なんかね。気づかないんだよね。その多分ね。4個か5個は会話がなあの。頭の中で。行われてるんだよね。よかったね。<laughs> <laughs> ささがなんか言いますささ、うん、じゃなくてもそうじゃないあそう、うん、あのなんかさ無言のこと多くない無言のこと多いの多分あれだよあのなんだろうよくあるリラックス状態だと思う <laughs> リラックス状態なのそう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 だってほら後輩とかが来たとかうん、うん、あとは部下に何か説明するとか、うん、の時ってめちゃくちゃおしゃべりやん そうだね、気張ってんだと思うあ説明しなきゃいけないんだって、うん、でも無言のことになる時ピンは、うん、多分ね心許してる相手とかだとそうかなと思うのあ<ー>うちのお店の常連さんでももうむちゃくちゃ常連むちゃくちゃいろいろ語ったっていうぐっさん <laughs>、うん、<laughs> ぐっさんの前でもう主語ないもんねあそうだねないないない、うん、だけど 他の人みんなにそうかって言ったらみんなにそうじゃないから、うん、多分そうなんじゃない、うん、あとはなんかあのもう「面倒くさこいつ」っていうのが顔に書いてあったりするので、ねうん、多分あした話してる時が結構あると思うの面倒くさこいつって顔してる <laughs> そう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 そ <laughs> うすごい嫌なやつだね いや別に嫌じゃないけど嫌じゃないけど <laughs> 嫌じゃないんうん嫌いではない嫌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 ではないなんかと思ったらなんか M 機質もある感じにしない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 気付てくるけどんか嫌とか好きとかこの反応ないもう面 <laughs> 倒<ー>くさそうな顔してるな今日もって思ってるあとはねなんかね自分の考えてることを発するっていうよりも なんか相手は何を意図としてこの質問してきてるのかなとか相手は何を考えてしゃこれ喋ってんのかなっていうの方が考えちゃう。だからあれでしょよくささと会話してる中でさ「ピンはどう思うのどう思うの」<laughs> ところを、うん、<laughs> の求めててるる答えで書いて返してくるやささがどう思うって単純に私の、ね、考えを聞いてんだけど。 えなんでっていう質問が出ちゃうんだよね。えなんでそう思って聞いてきたのみたいな。なんでその質問今出たのそう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 いうことそうそうそうンうそン、ね、そう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 どうそ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 みたいなそう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  そうだね面白いよねそれ面白いの面白いえなんか変わってるのいや変わってるとかではないと思うけどうんなんか結構そうなんだよな誰に対してもあそうなうんあでもさとか親とか以外はえ例えばねピン。 こうこ今度高こ校うこ,うこうしようと思うんだけどどう思うって聞かれたらそれに対して「うん、ああそれは微妙じゃん」とか会社にいたときは言ってたね <laughs> なんで言わんのじゃんなんでだろう <laughs> お母様見てるぜお母さんに聞かれてもあお母さんになん「あんたなんとかかんとかなのえなんで?」って言うかもお母様には言うん、言うわしだけ いや、だからお母さんにもだから質問を質問で返してるああんでお母さんにこれ聞かれたの<分>みたいな感じそう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 なるほどねなるほどね、うん、なんだろうねうん普通にしたらええのにね,ねえねえだってその人の気持ちとかその人の考え方が分からないまま答えたくないのかも会社の中は別に相手の気持ち考えずに答えられるってこと、うんだってどうでもいいじゃん業務だし あななるるほほどどねね例えば笹が今度、うん、あの仕事の内容にしかり何か違う内容にしかり、うん、今度こういうことしたいんだけど、うん、なんであピンどう思うとか何でこうなのとか「ピンこう最近こうだけどなんでこうなの?とななの」とか例えば聞いてきて、うん、笹が「 普通にな気持ちでえなんで私がなんでこうしたのかを聞きたいだけなんだけど、うん、なんでそこに気になったのかが聞きたい <laughs> 私としてはねそれあれよ多分予防線じゃない予防線何予防線なのわかんないけど <laughs> <laughs> いい,ね、いい感じ今 <laughs> 今のいい感じセンスあるわ <laughs> 局長が姿消したから、うん、頑張り始めてる女の子がいます <laughs> <laughs> い未だに名前覚えてないの <laughs> 飯田さんだ飯田さんいっちゃん <laughs> あん<ー>あんは選んねん <laughs> 局長戻ってきたよ説 <laughs> <laughs> あっちで騒がしいっていう飯田 <laughs> <laughs> さんか、ね、なんかさあほら毎回うちらの番組いていただいてるから前からいるよ飯田さんは、うん、そうやってくれていただいてやっていただいて静かにやりこなしてる方るあそう <laughs> なんかね <laughs> でも結構あれだよね途中からだよね多分。 あ、そうだね。うん。でももう、12月。もう長いよ。うん。もうベテランよ。そうね。あず、あずパン。もう我々の扱いベテランだから。鳥越あずり FM も、もう。半年半年ね。半年ねとか言って <laughs>、ちょっと偉そうに言っちゃったけど <laughs>。半年経つんだね。 あの記者会見から記者会見面白かったなねいろんな方来てちょっと刺激すごすぎて、うん、記憶あんまりないないない多分局長もないと思うよ <laughs> <laughs> 真っ白、うん、局長なんかすごいなんか頑張ってた感があったな <laughs> <laughs> 頑張っっっててなかったんだって <laughs> 袴着せられてた <laughs> でもさあ,ああいうちょっと濃いじゃんあの顔が顔濃い今日顔濃いのめっちゃいじるやん <laughs> いやなんか昨日いじれと言わんばかりになんか自ら言ってきた感じあるからあイション最近顔濃くなってきたってうんでも確かに。 出会った頃の曲調はもうちょっと爽やかがあった。ねうん。なん,なんか揉まれた感がすごいんだよな。揉まれてんの揉まれてるいかあれ髪の毛揉んでるだけじゃない。怖い <laughs> 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 聞いてた。今ちょっとなんか忙しそうにしてたから、ちょっと聞いてないかなと思ったら聞いてた <laughs> え。なんか結構なにすごい音で。 あ、なんか抜き始めたよ <laughs> いいや、いいや、いいやなんか結構あれなの<ん>向こうでなんか大音量で聞こえてんの聞こえてる流れてる、流れてるよ、流れてる、もちろんそうなんだじゃなきゃ音、ぴょんぴょん押せないでしょあ、確かに <laughs> <laughs> 確かにいいじゃない <laughs> 確かに <laughs> あそこの人たち我々の口の動きでフィーリングでやってると思ったじゃなんか違うのあそこに入った時になんかちょっとマイク的なものをつけてんのかなと思ったイヤホン的なものに、ね、マイクいらないよイヤホン的なものをなんかつけてじゃああ落ち着いてるよつけてなんかやってんのかなと思ってたやってるのかなと思ったんだよ,、ね、<laughs> よかったね <laughs> よかったね <laughs> ああ。<laughs> 居酒屋りもね、一年経つことで、ね、久しぶりとす。<laughs> 居酒屋りんも、ね。この前やったよ、それ。うん。いや、でも、何回もやった方がいいかなと思って。<laughs> ラジオ告知とかさ。って何回もやるよ。いや、でも、告知の前にお知らせ。あるよ。うん、あのー。告知の前にお知らせって、お知らせは告知なんだけど。<laughs> <laughs> あれ、一緒。<laughs> うん、一緒やで。ね、<laughs> <laughs> あのー。<coughs> なんだっけ。 こう本来3月何日までだったっけ1 0じゃない3月7日まで本来,本来っていつなんよって話だけどねもうもう,もう, <laughs> も,う,も,うもうなんだけど、うん、3月7日までだったのか、うん、緊急事態宣言、うんうん、からまああの2週間延びますよと、うん、っていうのがまあ発表されて、うん、まあ飲食店で言うね我々飲食店なんでね、うん、あの時短営業 うん、まあこれまでね、発令されてからずっと8時までの営業なんですけど、またさらに2週間伸びて、明日までか、緊急事態宣言の延長は、明日までで、なんだけど、皆さんちょっと勘違いしないでほしいのが、8時営業から通常営業に戻るんじゃなく、だいたい多分これ、ほとんどの飲食店、そうなんですけど、月曜日から9時までの時短要請も出てるんですよね。 なんで飲食店もまだまだ時短要請今月いっぱいかな9時までの営業3月いっぱい日まで、はい、9時までしか営業できないので、うん、皆さんそこだけはちょっとあのご理解をお願いします、うんうん、で居酒屋凛は何何時時から何時まで居酒屋林はもうこのまま3月は今ねあのずっと。 宣言中、うん、ランチお休みしてまして、うん、我々、うん、なぜかっていうと、うん、あの浅草橋って、まあ、要はビジネス街がこれ3枚しか出ない写真のホームページよ<よ> <laughs> 4枚よ4枚4枚やんの、うん、<laughs> まあこの浅草橋ってまあサラリーマンの街なんだけども 緊急事態宣言があるとリモートワークの方多くて、うん、浅草橋にそもそも来ないんよね、うん、なんでランチの時間空けるとちょっと人件費の方がかかっちゃって、うん、マイナスなのよ、うん、なんでちょっとランチお休みしてうちのお店は毎日、うんうん、まあこんそうだね毎日4時から16時からね16時から20時までですねで月曜日からはあ今までがそうだった これからだね、うん、今日は祝日でお休みなんですけど月曜日から来週からね、うん、月曜日から土曜日まで4時から21時までそう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 、うん、16時から21時まで営業します、うん、あそうだ、うん、何時<で>あれなんかあれなのかななんかネットにとかガースも言ってなかったけど「イン おアルコールが何時までとか言ってなかったな今回うんでももう大体あれんじゃない一、うん、1>, 1時間前なんじゃない大体え三30分前なんじゃないのは食べ物でしょ入店1時間前までじゃないのうんでだって7時何だっけ8時閉店っていうか8時までですよーって言ってた時は7時にある7時までだったじゃんーああそうだねそうだねうんだからもしかしたら多分時間8時までかもね 1>, 1時間前かもしれないんだけど うちらはねあの <laughs> ハッピーアワーで営業終わっちゃうかなーっていう感じの営業をしてたからだ、ね、<coughs> ハッピーで終わるねうん食19時までっつってねうん、うん、なかなか厳しいよなーまあでも今月いっぱいやっぱ我慢してうん来月からなんと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 ドゥルンドゥルン 1, 1 かぶ,かぶったんじゃないかんじゃねえかぶったかんじゃった何もかぶってないんだわ今普通にかんでたさあさんお願いしますえっとね居酒屋やりんの1一周年アニバーサリーっていうよりかはあのっていうよりかはなのっていうよりかは <laughs> もともとね、うん、1>, 1周年記念2月だったんだけど<う>ずっとこう自粛だったんで、うん、この今月いっぱいね我慢開けて、うん、4月5日から<う> 1>, あの1週間1週間というか6日間 ?2020 年の2月7日にオープンしたからね。はい それ言いたかったんだねそう2000って言って終わっちゃったのね,ねいいよ <laughs> 2020年の2月7日にオープンしたので2021年の2月7日が1周年だったんですはいもういい <laughs>、うん、いいですすみません補足だけしたかった <laughs> まあそこで4月5日からまあアニバーサリーウィークでどうした、うん どうした <laughs> そんなに私の顔見たかったのもう <laughs> <laughs> サインしてあげる後でおでこに <laughs> <laughs> でまあその生ビール100円とウーロンハイ50円を1週間やるんで、うん、これチラシ持参じゃないとならない金額、うん、そうなので皆さんチラシは 23区のどこかに隠れてるんでぜひ探してお持ちください <laughs> <laughs> ね多分ビラ配りもできたらやろうかなって思うんだけどビラ配りはちょっと微妙やね,ねポスティングします、うん、今回はポスティングするのと、うん、あとは知り合いにバラ巻いてもらうんでバラ巻きまくってねうん やろうかなーってね、うん、思うんで、うん、あなんか切った <laughs>。すいませんありがとうございます。じゃ私が書く、ね。ササが書くいい。大丈夫。ササが書く。逃げないで。うん、逃げてないはい。そう2月。2> ファイ2月7日にオープンして1年経ちますけど。それさっきも経ちました。<laughs> <laughs> いやアピー 2> 2<が>アピー 2> 2 7日にじゃあすがらないで。 えすがって何や2月7日にオープンして1年経つけどうんこの1年どうでしたかそれ前やらなかったっけだからラジオはいいんだよ何回やってもなんか毎回さ同じ時間に同じ人が見てるわけじゃないんだよ怒ったのそうなんで <laughs> <laughs> なんでなんかしつこいみたいな感じで言うから <laughs> <laughs> そうそうだってさっきのファーストの話いっぱい聞いたから <laughs> うん。 4月5日の月曜日から4月10日だっけ土曜日どうでしたこの1年じゃないのそうだよやってどうでしたこの1年いやピ,ピ,ピンから言ってピンはねこの1年はねまあこの前のちょっと前の放送でも言わせてもらったんですけどなんか お客さんとか周りの人に助けてもらった1年になったなぁと思ってこの1周年記念ってなんか自分たちのためにあのやるとかっていう私の中ではなんですけどよりはあの感謝祭というかお客様にやっぱりその感謝を伝えたりとかっていう1週間にしたいなっていうね思いがあってね。 なんか局長がまた覗いてきてるよなんかなんだよ私が下向いてる多分この絵がね美しいんだと思うあー、うん、そうなんごめんごめんもう心に決めた人おる <laughs> 目が座っててすごく怖いんだけど <laughs> ちょっと <laughs> <ん>目が座っててすごく怖いあれは目が座ってるんじゃないもうあれがその顔だウーロンハンになってるよ ウーロンハンウーロンハンご,ご飯みたいなウーロンハン最近ルーローハンって流行ってるよねそれ何わからないじゃあからないいいや <laughs> なんか台湾の多分食べ物あそうなんそうでなんか角煮みたいのがのってるご飯お、をルーローハンちらしじさじゃなきゃいけないんだねうん ハッピーアワーもね <laughs> 怖いんだけど見てた可愛、うん、<laughs> くない見て見たうん見たスルーなのうん <laughs> そうチラシじさんじゃなきゃいけないんですよチラシじさんの方だけ生ビール100円ねえっはいはいうん,うんこうそうでもあの

鳥小屋あずり特典ジャラン。<laughs> んなんですか。ささなんか決めてたじゃん。何が？鳥小屋あずり特典決めてないよ。え決めてなかったっけ？なんか言ってなかった？ラジオの人たち。はい。えっと鳥小屋あずりから来ていただける方、そしてあの局長常連さんだからね。そう。そしてあこれね。ほら。 そして、そして、あの、まあ、出演者の方もとか、うん、来ていただける方は、ぜひぜひ、うちに来て、局長の嫌なところ一回言ったら生一回。ただ。<laughs> これいいキャンペーンになるかなと思ってて。うん、はい。局長の特徴一個言えたらとかね。うん、<laughs> 局長の何かみたいな。そうそう,そう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 。<laughs> でもさ、多分な局長好きな人多分多いよね。 多いんじゃない好かれるタイプだよね。多分ね、本人多分好かれたくないと思ってる。多分好きな人、ね、<laughs> 多いと思う。でも局長は別に嫌いになる要素ないんじゃない?。いやいやな,ないけど。堀深い以外でしょ? <laughs>。あの、ね、多分ね、年上のね、女性の方に多分すごく好かれそうな感じ。それ出会った頃からずっと言ってない?うん。<laughs> <laughs> いや私そういうイメージなんだけどいやでもあのそれ分かんないけど、うん、そういうイメージかどうか分かんないけどなんか曲調曲調キャーってやられてそう年上の女性と結ばれてほしいなってのはある <laughs> <laughs> 勝手に <laughs> それはどうかな <laughs> なんかあのあれよね「面倒を見てくれる人がいいと思う」「なんで?」だってあなん言ったら「ごめん答え言っちゃった顔 <laughs> <う> <laughs> 面倒を見てくれる人がいいと思う」 うーんなんだろう仕事以外廃人っぽいから <laughs> <laughs> プライベート廃人っぽいからなんかぼーっとしてても何しててもちょっと身の回りのことを全部そう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 じゃないわ <laughs> いやちゃんとなんか理解してくれる人かな特にほらラジオ局の局長になっちゃったから いろいろ忙しいじゃん。んで時間も全然読めんや。うん、本人も自分の時間もうないと思ってるから。<laughs> それぐらいなんかのなんつんだろう器の大きい女性って言ったら多分やっぱ人生経験豊富な方かなと思うから。局長のタイプってどういう人が好きなんだろう。案外意外とね。と変態だからねあの人ね、うん。意外とね。<laughs> ああ<ー>。 分かりますやっぱ母性だね、うん、<laughs> やっぱ母性石田百合子結婚してないからいけるんじゃないですか本人本人、うん、本人 <laughs> どう<本>なのかな本人口説いたらいいんじゃないでもだいぶ年上よね50じゃないあの人52歳じゃないあそうなん、うん、あじゃあやっぱ局長も本能的に年上求めちゃってるい求めてる, <laughs> 求めてる えでもさなんかすっごくあのミステリアスな感じ結構するんだけど局長ってそうなんだえする,する,するいやプライベート見えなくないプライベートないもん今 <laughs> いやそうなんだけどあじゃあ昔のみたいなあ昔のねうん廃人廃人 <laughs> 今もう廃人なのえでもさ廃人ってすごいさ局長言うんだけどさなんか廃人っぽくもないじゃん別になんか結構さあ気遣ってんのかな分かんないんだけど結構喋るじゃんめっちゃ。 うんどうだろうだからプライベートもああいう感じ <laughs> ごめんまねあまたじゃなかった <laughs> ごめんごめん <laughs> プライベート今あそうなのごめん今私っあっちでなんか違うなんか変なタイミングでピンポンってんかしてきたのかな言 <laughs> い出さんと思っちゃったごめんほん <laughs> 本当にごめんなさいごめんなさい LINE <laughs> 来ましたライン <laughs> <ー> <laughs> なんかちなみに LINE の内容は なんだったコロナだったのはいライン新型コロナ情報から LINE が来まして <laughs> <laughs> あじゃあそれはしょうがないわ日々更新しないといけないから <laughs> 見てないけどねこれ <laughs> 去年までだったわ見てたのめっちゃ見てたよね毎日絶対チェックしてたよね、うん、どうなんだよこの病気はみたいな、うん、このウイルスはどこ行きたいんだみたいな感じで、うん、毎日いろんな情報をずっと見てたけどどうにもならんかったから1年で諦めた <laughs>、うん、やっぱりね 何をどうしたって自分の力じゃどうにもならないことのほうが多いね、うん、どうした止まったの <laughs> 違う <laughs> なんか急になんか <laughs> どうした <laughs> 急になんかあの… <laughs> どうにもなんか <laughs> うんうんうんないやなんか急になんかねぇもう髪の毛ボサボサになってきたよそうなんかね <laughs> 今日ね絶対雨降るよ私ねあの雨降るとかって髪の毛の具合でわかるんだけど <laughs> 絶対雨降るの今日ああれ、昔あったよね何がなんかおっぱいの張りで天気がわかる人って。え、何それとか初めて聞いた。いなかったあれ<枝>なんだろうアメリカの番組だったかなあれ。うん、なんかで紹介されてドキュメンタリーで紹介されてて、うん、すっごい巨乳のお姉さんがこう、うん、おっぱい持ち上げて自分の「うん、明日は雨です明日は晴れです」みたいなのやってたのがあって。うんうんうん うん、私多分当時12歳、うん、爆笑してて <laughs> <laughs> 12歳はな12歳で多分まだぺったんこなんだけど、うん、思ったの心の中で私もいつかああいうふうになれるのかなと <laughs> あ天気が判断できる <laughs> お,っおっぱいになれるかってう,うん <laughs> なれんかったね <laughs> 私はねほぼ100%の確率でね髪の毛でわかるか髪の毛でわかるのわかるもう朝の起きて もう多分ねラジオの人分かるかもしれないけどけかあ分かんないかな、まあ、別に私の髪の毛なんか興味ないかもしれないんだけど何でそんな <laughs> ひねくれてるのだけどもう,もう分かるんですよどうあがいても絶対これは今日は雨が降るっていうのが分かるもうあの外に出なくても分かる<ん>あ髪の毛まとまんない今日どう何がどうあがいてもしっくりこないって日はもう絶対雨が降りますねあのすぐじゃなくても。 はいそろそろいいですかあごめんなさい大丈夫です <laughs> お返しします頑張って頑張って <laughs> はいはいはいそれでそれでってなに何,何を話すのかなと思って <laughs> <何も> <laughs> お返しくださいみたいな感じそんな感じじゃないけど、うん、あそうだそうだあのお知らせがもう一件あったんだった、うん、あの居酒屋凛の方じゃなくて我々が活動してるハロハロサークルの方で、うん まあちょっとハロハロチャンネルもそこに絡んでいくんですけど、うん、ハロハロサークルまあ去年も何度か説明してるんだけど居酒屋リンが大本でまあやってるサークル、うん、でこのまぜこぜで楽しんでいくサークルをやってて、うん、まあ去年からやってて月1ぐらいでちょっとイベントをやってたりしてるんですよ、うん、簡単に言えば。うん で今年入ってからまだ正直一度もイベントしてなくって、うん、やっと3月28日に、うん、あのバーベキュー大会をする予定だったんですよねもう,う危険でしかないねもうだい危険,危険でもだいぶ前からねそうだね 2>, 2月7日に開けるとかで決まった時らへんで決めたんでお花見しながらみたいな感じのイメージだったそう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  結構これぐらいに緊急事態宣言開けたらやるかなみたいな感じだったんだけど公園もね予約済みだったの、うん、こう予約できるから、うん、なんだけど昨日かな、うん、昨日の朝公園のジムの方から電話かかってきて緊急事態宣言が延びて、うんまあ、花見シーズン入りましたけど、うん、政府からの要請で今回の予約はキャンセル。 させていただきますみたいな感じで電話かかってきてお断りされちゃったのまあ仕方ないことなんだけどちょっと最後までねあがいてたものがねスパッと申し訳ない話中止となりまして中止決定いたしましたまあ「ハロハロ」のみんな見てるならごめんね中止になりましたのでもし寂しい思いを何か さ <laughs> 寂しいなと思ってる方がいるなら、うん、あの28日予定していた日、うん、リモート飲み会をちょっと開催しようかなと思ってるんで、うん、参加したい方は、うん、ぜひこ,こちらまで。ななだってじゃい参加したい方はさっさまでお願いします。<laughs> <laughs> <laughs> 怖いよね <laughs> ツイッター荒れちゃうかもしんないよラジオ番組の <laughs> 荒れるほど人集まってないから大丈夫よまあまあまあ確かにねまあ結構今のところはまあうちわのサークルなんでそうねで基本的にグループ LINE とかもあってそれが稼働してる感じだからもし気になる方おりましたらうんあの言ってくださいもしくはうちの店に来てくださいうんリモート飲み会ってこれいいねパネル作ろう今度。 うん、うちのだいぶ前に原さんが言ってたけどねそう <laughs> 作る作る言って全然作ってないのねももうなかなかねあのなかなか作れず、ね、寝ちゃうのが勝っちゃうねそうね、うんうん、なかなか作れずじまいでね今度でもこれ持ってこようあれがいいよねここまで連絡くださいみたいなのが出せるとあーねーねーねーうん質問はこちらで大丈夫です <laughs> 番,組の番組の質問はこちらで大丈夫です <laughs> <laughs> 番組に言葉のが多いん番組の質問はこちらで大丈夫だけどあのサークルとかお店の質問はえっと今度持ってきます <laughs> <laughs> 熱いあー緊張した <laughs> まだ終わってなかったうん ライングループとかあと<ん>フェイスブックとかインスタとかいろいろね情報載せて作ろうかこの大きめの、うん、大きめのがいいよねうんうんインスタが一番楽なんじゃないの居酒屋リンドットオフィシャルって調べたら出てきますいやんニャんいやんニャグーグルで調べた方が早いよねそっかうんグーグルで調べてください「居酒屋リン」ってググってください お願いします、うん、なーなー今年今年ってことは2021年ってことそうだよ、うん、今年ね先行きちょっと不安だけどね不安だね、うん、その居酒屋の売り上げとかそういうことじゃなくていやそっちも不安になってほしいよまずいやいや不安になるけれども別にそれはさ、うん、もうやっていくしかないからやるんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、あのー、やっぱ世の中というか、うん、世の中 やっぱいろんなものがすごく変わってるじゃんいろんなものだってさ今までさああったさ終電電車とかもさ30分とか以上切り上げてさ終電なんだよでもあなたちゃ電車乗らないよねいや乗らないけどその一般的にはの話だよ居酒屋にも関わってくるじゃんだってこれが例えば自粛解けました ね営業時間が12時までになりますよーって元に戻っ局長もねコロナで顔濃くなっちゃってコロナの自粛期間でね顔がどんどん濃くなってるみたいでやっぱいろんな人に変化があるよどうなんだろう私個人的主観なんだけどあの時の流れが早送りされた感じイメージー、うん、イメージねうん なんだろうこういろんなことがすごいスピード感持ってやってるよね、うん、世界が。そうだねこうリモートワークを導入するとか、うん、多分いずれそうなっていくものが早送りされたイメージがどうしても強いかな。うん、だってさ先週ね、うん、ゲストで来たアキちゃんもそうだし、うん、だうちのさあのすごい。 常連さんであるグッさんもそうだけど、うん、うちらは、多分どんなにあれ,あれでも絶対リモートにできないからみたいな感じで言ってたじゃん、うん、でも、リモートしてるもんね。ししてたしてたたぐらい、やっぱもう強制じゃないけど、うん、世の中が強制的に変わろうとしてるっていうかそうだね、うん、でなんだろう、まあ、どうしてもね、まあ、いい面って結構あると思う。うん けどやっぱ悪かった面もたくさんあるのかなってまあ悪かったっていうか何だろうマイナス的なマイナス的な話何、うん、だっけ最近あの曲ハマってて何の曲?「水平線」ああ<ー>バックナンバーの「水平線」ハマってて、うん、あれ調べたら、うん、あのバックナンバーが去年の甲子園の曲のパーソナリティっていうの、うん を務める予定だったんだけど、去年から、あの、え、ちょっとびっくりした。え、なんか違うものも映ったのかな <laughs> 私の目線でと思っちゃった。<laughs> 何今の。<laughs> いや、なんか、なんでもないよ。大丈夫だよ。<え>続,け続けて、続けて。で、ま、あその、甲子園中止になっちゃって、うん、で、高校3年生とか甲子園行けないまんま、うんうん とかまあ、悔しい思いした学生インターハイとかなくなっちゃって、うん、たくさんいるからそういう学生のためにリリースしてないらしくて、うん、あの YouTube でコマーシャルなしで出してるらしいよ誰でも聞けるっていうそうそうそう誰でも聞けるようにっていうことで出してるらしいんだけど、まあ、ちょっとよくわからない歌詞のね、うん、<laughs> でもなんかそれ聞いてたらあの学生の方きついなと思ってうん、うん そそれこそやっぱ部活とかその高校生だったら3年間取り組んできた人たちが、うん、去年ね、ね突然全部奪われた感じだよね。うん、で、もう煮えきらないまんま卒業するしかないみたいな、うん、のもそうだしで今年の子たちもそうなんかなと思っててうん、うん、このまんまいっちゃうともう去年でいうと2年生の子たちでしょ 2>,、うん、2年生の子たちがこう3年生になっても活動できないまんま。うん なのかなとかって考えてそうそうそならないでほしいな今年はというのがあるよ、うん、だからなんかそういう面ではやっぱりいろんな方々が悔しい思いしたし、うん、いろんな子たちがねそうだね甲子園中止だったもんね次コメント <laughs> 何でしょういや私もさあの大学の時さ部活やってたからうん でこの前ねあのその今の現役の子たちと会ったんだけどもう多分ね16歳とか18歳ぐらい年下の子たち、うん、と会ったんだけど去年のだから今年の4年生か、うん、今年じゃないもう,そう3月今月で卒業する4年生が本当にかわいそうだよねだって4年間そのね、うん、まあリーグ戦って夏にあるんだけど、うん、4年生のその夏の。 時のためだけにやってきたのに、うん、それが中止ってことはもうはあみたいなそうそう気力がなくなっていくよねうんうんでもみんな社会に出たら楽しいこともたくさんあるから <laughs> <laughs> 諦めんといて、うん、応援してるよそう <laughs> そんなねあのー 学生の時に頑張ったこととかって絶対ねあの社会人になった時とかに絶対いつかね役に立つ時が来るからマジで本当にあとは違うって言えるけど世代になると思うけどね、うん、私は、うん、やっぱ人と違う経験をした人たちっていうのは違う主観を持って、うん、いろんな物事の見方が変わるから、うん、ビッグになるよ君たちは、うん、<laughs> ただ、まあ コロナっていうだけでいろんなことを諦めちゃうっていう人たちにはなってほしくないけどね諦めないでほしいねうん、うん、なんかやっぱりね我々もそうだけど自分たちじゃどうにもできないことがたくさんある世の中で、うん、こう簡単に諦めるのはなんかギター ありがとうって、ね、<laughs> 嬉しいえっ、ー、と言っていいのかないいよハロハローサークルえっとホルモンバランスさん <laughs> ホルモンバランス私のことなのかな <laughs> <laughs> この辺のホルモンバランスとった方がいいんかなみたいな <laughs> あの「ハロハローサークル」興味ありますってことなんで ありがとうございます。あと <laughs> で私の Twitter から返信いたします。ハロハロサークルね。いろんな人いるから本当にマジで。いや、すごい多種多様だなって本当に思う。<laughs> おもろい人しかいないんだって。そう、あの本当に濃いんだよね。<laughs> いやでもおもろい人しかいないというよりか、人間は面白い。うん。私はこれだと思うよ。うん、本当に面白い人間は。うん 歳とかかいいるるらね歳もいるしこの二十歳あれだからハロハロサークルのあの何だっけ幹部幹部幹部もそうなんだけど <laughs> あの皆勤賞だから皆勤賞二十歳なのにそして男の子なのにあと45歳の皆勤賞もいるよ、ね <laughs> うんまあ、それがさっきからね名前出てるぐっさんって言うんだけどね皆勤賞だからね 参加したい人たくさんいる時のイベントはやっぱ盛り上がるし、うん、今あれなんよハロハロのオフィシャルアカウントは登録者数何名だと思う何名なの ?53 名そんなに大きくもなかったっていう <laughs> でもさあの作ってからだってまだ1年経ってないんだよ半年ぐらいうん、うん、やっぱでもね あのお客さんとかにもハロハロサークルの話すると入りたいって言うよねみんなうんみんなね、うん、もうストレス溜まってんのそう、ね、吐き口にしていいよよ聞くそうなだから居酒屋凛に来てもらって、うん、ハロハロサークルの話もねしたりなんかしてい一緒にお,お酒をねん自粛しながら飲めたら楽しいんじゃないかなとそうだねうん。 今回はねちょっともうちょっと今年はね、うん、あの派手なイベントはもうちょっと後になっちゃうんだけどもあのとりあえずみんな楽しい心を忘れないように、うん、なんか楽しいイベントやりたいよねでっかいさもうできないのかなもう今年とかできるよあれとかないのかなコミケとかさあと何だっけあの夏のフェスとかさ行きたいああいうのもさコミケ行きたいのうん コミケ行きたいよね。コミケ行きたい。私コミケなんてさ、前職の時全然興味ないっていうか、<laughs> もうむしろさ、もうなんか忙しいだけの日だからさ、コミケって、うん、前前の仕事はね、だからもう、うん、絶対に嫌いみたいな感じだったけど、うん、やっぱさ最近さなんかスポーツアニメとかさいろんなアニメとかもさ、なんか徐々に見るようになってくると、あコミケ行きみたいなって。アニメは、うん、<laughs> なんかすごい <laughs> めちゃくちゃアニメ見る人みたいな感じの言い方しちゃったんだ。 だけどそんなにあんまり見ないんだけどあ,あ今後の開催とかあるんだね開催するって開催するのかなでもさなんか予定みたいな感じじゃない予定なのよだって花見とかださってさ公園ですらそうじゃん予約できたのに中止とかさ大きくなった5月2日から4日あるのかなビッグサイト行こう3つです でもさきっとあれなんだろうねあのもしかしたらあの新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立を図る方針が打ち出されていますというから多分いろいろ考えてもしかしたらやるのかもしれないねうんやると思うよあの時間帯分けてとか多分抽選になるかもしれないしね行く人は24時間開催かもよ来る人多,、うん、多いから、うん あのこう時間帯で何名何名<う><て>区切ってやるか多分ブースとかもすごくこう離れてややるのか、うん、ねえあ,のああいうなんかよくあるさ最近よくある矢印のとこに足のマークのところにさ止まってくださいみたいなのもいっぱいあるんだろうし、うん、へえまあ一応なんかやる方向性ではいるのかなみたいですうん我々行くんで現地で会いましょう <laughs> 行 <laughs> けたらいいねいろんなもの花火とかもさ行きたいしさはいはい何ですか急にびっくりしちゃったいや今年はやりたいことがたくさんだ諦めないよ、うん、うわしは諦めみんなもさなんか笹みたいな感じでさ私もそうなんだけどなんかいろいろ諦めずにやってたらなんかいつかなんかこう前には戻らないかもしれないよ 戻らないよ失ったものは戻らない、うん、戻ららなないいかもしれないけど前みたいな普通の生活は戻らないかもしれないけど変化をさせながらきっと人間もその変化についていくというか,か順応していくになるからだから諦めずに居酒屋ににも皆さんいらしてくださいね来てね最終的には来てね <laughs> 待ってるよ待ってます楽しませる自信あります待って <laughs> そんじゃ今週もね、うん、ずっと自粛だったんでちょっとワードの方は最近お控えさせていただいてでもまあラジオ見たよって言ってくれたら、まあ、何かサービスあるよあるよあるよ <laughs> じゃあ<や>こと今週もこんな感じで、うん、終わりたいと思いますまた「居酒屋あの「ハロハロチャンネル」来週も見てお願いします、ね、またね居酒屋ありで待ってるよチャオチャオチャオ